皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそナンバーガイベニュー101テレビ初出演でのある部分を滝沢秀明が大絶賛3人で進む。と決めたその姿勢に涙こんにちはスコープ芸能ですついにナンバーガイの平野志さん神宮寺勇太さん岸優太さんが2日 NHK。 の音楽番組メニュー101に登場指導グループとして初のテレビ出演を果たしましたこの日は放送時間を延長した拡大版隣同番組初出演となるナンバーガイズキアスそしてザランページフロムエイルトライブの4組がライブパフォーマンスに加えダンスボーカルグループをテーマとしたクロストークを行う企画となっていました番組冒頭でワイプにメンバーの3人が 映るとファンは SNS でテレビ初パフォーマンスドキドキ緊張してきた3人が似ると多くのファンから番組の内容と共に興奮の様子が実況されました出演者は番組史上最多となる31人で各グループがおなじみの挨拶を行う中3人も緊張気味な表情でナンバーですよろしくお願いしますと挨拶 MC のかまいたちハマさんから何かやらなきゃいけない感じが出ていたけど いつも通りで大丈夫と声を掛けあよかったと言わんばかりのの笑顔を見せましたトークではライブのルーティーンを聞かれ岸さんが普通で申し訳ないんですけどと恐縮しながらアイスカフェラテ納豆と回答これは。 メンバー全員が確実に入れていますケータリングにもあるので納豆は液が養われるんですよねスタミナをつつけるというかカフェラテでカフェインもとっていますトラシで普段のルーティンについて語りました他に負けないところはというテーマでは平野さんが前向きな気持ちバカチャレンジ精神と答え結構全員がバカ一人くらいはちゃんとしているメンバーがいるものだけどいないと苦笑いきしさんも比較的そうですねといいジングうさんもニヤニヤと笑を浮かべながらうなずくしぐ さを見せましたさんからも全員バカ一人ぐらいちゃんとしてないのと突っ込まれましたが平野さんは澄んだ瞳で結構全員バカなんですだからバカな故に何でもチャレンジできる怖いもの知らずのところがあるんですと熱く語りましたパフォーマンス楽曲はデビュー曲ゴート前編がラップのどっしりとしたヒップホップナンバーに対して岸さんは曲も振り付けも中毒性がある何度でも聞きたくなる曲ですとアピールしましたさらにこのボートにまさに今ハマっているというザランページの言 山本祥吾さんは本当にかっこいい皆さんのラップのスキルが。えぐすぎてまさにボートですと曲名のグレーテストラブ・オブ・オール3人は口を動かしながら小刻みかつ複雑なダンスを。踊り切り文字通り高度なパフォーマンスを終えるとスタジオの出演者からは拍手と歓声が起こり山本祥吾もやばすぎますと。 実感を込めて圧巻のパフォーマンスに対し、3考とを送りました、さらに ToBe 代表の滝沢秀明氏も見守っていたようで、自身の X9。ツイッターにかっこよナンバーがと投稿したこともその日のうちに大きな話題となり、さらには電波組インクや桃色、クローバー Z などへの楽曲提供で知られ、過去にはキングアンプリンスの楽曲でも作詞作曲を手掛けた音楽クリエイターの。 キャインこと前山田賢一さんも、も平ナンバーアイかこい、曲中の目が話せなかったとコメントしており、音楽業界祭からのコメントともあって、ファンたちからは喜びの声が集まっています。また SN、SNS では生パフォーマンス、過去良しすぎる三人のダンス。かこよかった笑顔で歌って踊ってる姿を、地上波で見られて、最高涙がボロボロ出てます。最高だったよとのコメントが続々と。 投稿され他にも「岸君しくんじ君おかえりなさい」嬉しい初披露の「ゴートメちゃかっこよかった想像以上にかっこよくて3人がこれまで努力した成果なんだなと実感して嬉しくなりましたこんな素敵な歌ダンスパフォーマンスを届けてくれてありがとう。 「これからもついていくねかっこよかった出演者が多い中で控えめな3人で少し寂しかったけど圧巻のパフォーマンスで鳥を飾ってくれましたスモークの中に消えていく瞬間も鳥肌が立ちました」「フルコーラスありがとう2週間後愛に行くの楽しみにしています」「約10ヶ月ぶりの3人での歌番組出演鳥肌が立ちました」「事前のコメントでまたきしないで見てほしい立ったまま見てほしい」って平野さんが言っていましたが本当にまたきする暇がないくらいあい パフォーマンスでしたたかくく迎えてくれた浜さん,ださん他の出演者の皆さんもノリノリでフリも真似しながら見てたんだろうな何よりも3人がダンスと歌が大好きで嬉しくて楽しくて仕方ないって姿を見せてくれるのが嬉しいですお揃いの衣装もかっこ可愛かった生放送で見れたことが本当に嬉しかった本物を目指すってこういうことなんだなトークの時もみんな余裕があって嘘がなかった心配性の岸くんも今までやってきた何々ならぬ努力を信じてるからか ゆったり構えてる感じがしたファンに伝えたいこときっと伝わったと思うそれぞれがそれぞれに感じ取ったものそれが彼らからファンへのプレゼントまだまだきっと見せてくれると思う覚悟って本当大事私たちはまだまだ彼らから学べるし楽しめるえための世界でもっともっとやりたいことをやり続けてほしいなし君が前に言ってた失敗だったりも見せて 行きたいそれがチャレンジするということだと思う失敗してもそこで止まらなければその先はきっとある無理してほしくはない。 けど自分自身は裏切らないでほしい愛しい愛しいおバカさんたち応援してますなどとまだかまだかと待ち構えようやくテレビに初登場したということもありファンからの熱い心境がそのまま映されたかのような投稿も見受けられます次のナンバーアイの活動は東京 FM で毎週土曜日に放送中の JA 全農カウントダウンジャパンに9日のゲストとしての出演が決まっています都内某子より生放送で届ける予定とされており3月6日 リリーースででレニュー101でも圧巻のパファーストシングルコートについてメンバーからたっぷりと聞きどころや制作それぞれ迫っていくと予告されておりさらにはグループやメンバーそれぞれの現在の活動や今後の展望についても語られるとのことでファンからは期待の声が寄せられていますさらなるナンバーの活躍の場が発表されるかもしれませんね次はどんなことが発表されると思いますか皆さんの予想を聞かせてください最後までご視聴ありがとうございます よろしければチャンネル登録と票評コメントをお願いしますそれではこんにちはスコープ芸能報道部です芸能ネタをメインで毎日投稿中目標はこうどこだと思いますか次は cu でした